お疲れ様です。お疲れ様です。250番です。116番 DJ ライトです。あ、そうだこの人も元受刑者なんだ。まだ証拠番号言ってなかったですね。はい、116番です。106、あ、元116番です。何したとか言えるんですか。あ、まあ、こっぱずかしい話なんですけど、まあ、T にします。T にしますから。はい。まあ、ですね、思い。悪っ。悪い。まあまあ、環境のせいにしちゃいけないんですけど、まあ、周りも多かったんで、うん、普通だったんですよね、僕のやってた環境っていうのが。なるほど。うん、なんで DJ をやろうと思ったんですか？ DJ ですね。はい。DJ 僕22から始めるんですけど、はい、その前はっていうとバンドをずっとやってたんですよね。はい、はい、音楽活動は一応バンドをギタリストとして作曲して、はい、ミクスやすね、ヘビーロックとか言われるような、はい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 、当時流行ってたんで、そういうの僕もやってて、はい、うん、今もね、こうつけてるね、なんかコーンとかね、これ僕の音楽人生を変えてくれたバンドでもあって、これ大好きで、うん、そうっすね、音楽はね、人生に、そうですね、左右しますよね。ずっとだからもう10代ずっと音楽やってたんですよね、うん、ギターずっと弾いててバンドずっとやってて曲作ってて、そっからっすね、まあだんだんダンスミュージックハマってきまして、まあ、ミクスチャーなんていろんなジャンルを混ぜるっていう音楽なんで、うん、その中にはロックの中にもヒップホップも入るし、うん、テクノも入るし、うん、トランスも入るしっていう風にどんどん貪欲にこうミックスしていくわけなんですよ、音楽を。でその過程で出会ったダンスミュージック、主にテクノだとかサイケデリックトランスとかですね、当時流行ってた、はい、そのパーティー、まあレイブとかよく言うんですけど、そうです、野外パーティーですよね、はいはい、とか行ってて、お、これすごいなと、世の中には踊るためだけの音楽があるんだなっていうので、うん、出会った時衝撃を受けちゃってまして、うんうんうん、はい、すごい機能的な音楽だなこれはと、うんうんうん、それで DJ を始めるんですよね。ダンスミュージックの DJ としてギターを置いてDJ にと。DJ はあれ、こっちで聞いてとかやるじゃないですか。あ、そうですね。あ、基本的にまあ左みんな使いますけど、こっちで流れてるのとこっちで聞くのをなんかうまいこと合わせたりするじゃないですか。あ、そうですね。僕は一応あの女子にモテたくて練習してたんですけど、はい、どうしても難しくて。ああ、まあね、まあ慣れないとね。挫折したタイプです。じゃあやってたんですね、じゃあ。やってたってほどじゃないんですよ。あ、はい。練習はしたって感じです。ああ、本当ですか。はい。じゃあ仲間ですね。いや、だから、だからこんな器用なことができるのってすげえな、はい、DJ ってすげえんだなって俺は思ったんですよ、ね。あ、本当ですか。なんかそう言ってもらえたら。いや、本当にあれすごいと思いますよ。いや、でも自分はペーペーっすよ。うん、全然ですよ。基本的なことがだって僕全然できなかったです。あ、はい。難しいじゃないですか、これいろんな。まあまあ、でも僕やっぱりあの、バンドをやって機材にはいっぱい触れてたんで、エフェクターとか、うんうんうん、だから DJ がやってることってもう理解できてたんですよ、 DJ 始める前から。あ、この DJ こういう曲とこういう曲をどういう風にミックスしてるんだなとか、はい、こっち側は低音だけ出てこっち側は高音だけ出てとか2チャンネルミックスしてるんだなとか、なんだかやってることは分かったんですよ。だからもう機材を買うお金を貯めてアルバイトしてる間にもうイメージはもう膨らみまくってて、うんうんうん、自分がこういう DJ になりたいっていうの。そうですね、だから結構トントン拍子で DJ はうまくいっていたって感じですかね、まあ、はい、始めた学科の頃は。今もうおっさんですけど。いや、でもなんか何事もライトさん見てると前向きっていうか、はい、ポテンシャルが高いっていうか。ああ、嬉しいですね、そういうところ。いや、本当に、はい、なんていうのかな、生命力の強さをすげえ感じるんですよ。あの天下一武道会も出てくださるということで、最初あれなんですよね、格闘技歴が33年あるプッシュ中村さんと戦うっていうことで、はい、勝ちますからって言ってましたからすげえなと思いました。自分格闘技歴全然 ほとんどないって言ってもいいんですけど、はい、ただね、まあ、リング上がる以上はね、最初から負けるつもりでリングに上がるやつっていねえだろうっていう感じがしたんで、うん、勝ち気で、まあ、気持ちだけはいこうかなって思ってましたね。そうですね。そうですよね。それで、うん、プッシュさんとやるっていうことで、僕は藤井亮さんということで、ああ、はい、お互い勝ちましょうねなんつって、ああ、そうですね、練習してたらここが戦うことになったんです。そうなんですよ。そんなサプライズで合同練習みたいな感じで最初やってたんですよね。そしたらなんかカードが変わったよっていうことで、はい、え、どういう人なんですか、
俺ですってマジかよって、まあ、身長も体重もあれですよっつって、はい、プッシュさんほど重くなくてっつってライトさんよりちょっと軽いぐらいで、はい、身長も低いですねって、まあ、それは戦いやすくなりましたねで誰なんですか俺ですマジかってその角度から来るみたいな気まずかったんですけど、うん、でもなんか、はい、変な感じはしますけどね。ああ、うん、まあ試合前なんでね、はい、僕もまだまだ経験が浅いものでこの世界変な感じはしますけど、なんかなんつったらいいのかな、なんか僕前回負けてすっげえふてくされてたんですよ。ああそうなんですか。3ヶ月ぐらい。ああそうなんですか。ああはい。でもなんかそういうのがなく、なんかありがとうって感じになれそうな、あはい、気がしますね今回は。もし結果がどうなったとしても、そうですね、まあ憎しみ合いで殴り合うわけじゃないですからね。前回僕憎しみ合いって怖かったんですよ相手が。なるほどなるほど。でも感情入ったんじゃないですか。感情すごい入って負けたから本当に悔しくて、はい、ずっと引きずってたんですよ。なるほど。仲の悪い YouTuber っていう、あ半目みたいなとこと戦って、はいはいはい、はい、しかもその相手が結構バカにされてるキャラだったんで、はい、僕もなんかそういうキャラだから弱いんじゃないかっていう勝手なあれで、あ、はい、めっちゃ油断して、はい、絶対勝ちますからなんつって負けたらもうアンチの人がもうすごいものすごい DM とかでもうなんかそうだこが来ましたよね、死ねみたいなのがぶわってきて、はい、お前らこの野郎と思ってやりもしねえくせにそういうのがあったんですよね。じゃあそっから今回の天下一武道会になるんですね。はい、だから次負けたらやべえなって。いやいや、それ今言おうとしてた。いや本当にそういう状況で、はい、次負けたら本当に前回本当 YouTube やめたくなったぐらい、あそれぐらい落ち込んだというか不適されたあ、はい、でも今回はそういうのはなさそうですね。はいはい、まあ僕は負けたことがまだないんでわからないんで、その感覚というのがっていうのを、いや強いとこじゃなくて、あの経験がないもので、うん、はい、実際まだあのリングの1回しか立ってないんですよ僕は。いやでも僕もだから2回だけですよ。あの栗田純一さんのレンジャーファイトってやつと前回の大会だから、天下一武道会で2回だけですよ、はい、練習してんですよこうやって。僕は経験あんまないですからなんて言っててアウトサイダーの選手といっぱいボコボコ殴り合ってましたねいや見てはもらってましたけど、もう追いつけないです、うん、自分なんて根性があるというか雑があるというかね、うん、やっぱり経験がないので気持ちだけは、うん、強く持ちたいなと思って、ね、気持ち本当大事です、はい、気持ちマジで大事です、はい、これか試合前だからね、うん、不思議な感じしますよね。すごい不思議な感じでも落ち着いてます。なんかそうですね、どんな人かも分かるし、なんか思いっきりお互いやって、そうですね、でも絶対どっちかは負けるっていう残酷な世界じゃないですか。そうなんですよね、やらなきゃやられる、どっちかが絶対やられるっていう、うんうん、逃げれないですからねこれは。いや本当そうです、真剣勝負なんで、うん、頑張りましょう頑張りましょう、はい、本当ありがとうございますか、うん、今回はね、天下一武道会初めて出させていただけるんで、はい、楽しみです。他の試合も結構僕楽しみにしてるんで、はい、そうですね、これからやってくるんですよね格闘技。そうですね、なんか体を動かすのまあいいきっかけだし続けていこうかなって思ってまして、はい、天下一武道会終わってもまたたまに、はい、っていうか、まあ、週何回かとか。そうですね、ちょっと集まってやりたいですよね。練習みんなでやりましょうか、はい、あの、うん、継続的に。そうですね、はい、やっぱ続けることが大事ですからね。運動しなくなりますか。いやそうです、まあ、まあ、ぶっちゃけおっさんなんですからね、もう年だけなんか若いつもりでいるけどね普通対戦相手同士でこうやってコラボするっていうのもありえない話なんだけど新しい新しいですよ。で終わってから撮りましょうかなんて言ってたんですけど、そうですね、今さっきの話ですね、それ終わってから撮りましょうかなんて言ってましたけど終わったら終わったでこのテンションで撮れないよどっちかがシュンってなってる可能性ありますもんね、はい、そうですね、そうですね、まあなんかお互いモチベーションはいい感じに高め合ったことが、はい、高めることがお互いできたんじゃないかなと。いや本当そう思います。はい、思ってます。緊張はあんましてないですね僕は。そうですね、僕もないですね、楽しんでるから。いやもうやってるからザコだと思ってる。いや違う自分は勝ったことしかないんですよ俺ネタになっちゃうけど勝ったことしかないんで一戦しかしてないんで、はい、ボコ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 殴られてますからね練習でも。だから怖いっすねちょっと。いやいやいや緊張はしてないですけどやっぱり、うん、怖いなっていうのありますよね。まあ
殴られるのって怖いですよね、やっぱり。それはそうですよね。どうなっちゃうんだろうっていう恐怖ですね、うん、やり合うことっていうよりかは、まあ結果が怖いですね。しょうがないんで。しょうがないですね。しょうがないことなんですけど、はい、もうやるしかないですからね。やるしかないです、うん、選択肢ないので、はい、勝ちに向かって動くだけなんだよね、はい、そこは。昨日ツイッターで絶対に勝ちますからとかでツイートしてツイートしてて俺のとこ流れてきて明日練習するんだけどなと思ってまあ当たり前なんですけど、そういう風に来てくれないとあれなんですけど、はい、まあそうですね俺見てんのにと思って、うん、なんかね、まあ、まあそこやっとかないといけないから、まあでも勝てるかどうか分かんないですねとかよりかは絶対勝てますみたいな感じのあれで来てくれた方が、はい、 ありがたいですよね。あ、はい、ありがとうございます、うん、すごくありがたいです。じゃあせっかく仲良くなったのに戦うことになった2人でした。はい。DJ ライトさんのツイッター貼っときますね。あ、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ぜひフォローしてください。どうもよろしくお願いします。なんか配信系もこれからやるとかやらないとかっていう。そうっすね、周りでいいタイミング声かけがあったら一緒にやっていきたいかなっていう感じですね、はい、そうっすね。 YouTube だとなんかあの登録者増やすのに時間かかるから、ふわっちとかああいうのでもいいんじゃないですか。あ、そうっすね、ふわっち最近そうっすね、見てますね、うん、はい、そんな感じで、概要欄にライトさんの情報を貼っておきますんで、ありがとうございます。皆さんよろしくお願いいたします。おっす、お疲れ様でした。Thank you.